日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。どうもメリークリスマスのプレゼントというわけではないんですが、先日このようなものをいただきました。これって一体何なのでしょうねと思っていたのですが、裏側を見るとですね、なんかマスクにつけて呼吸をしやすくするワイヤーのようです。あと会話も、最近マスクが必需品になってきましたからね。そうした状況を見越してのことなのでしょう。ちょっとでは早速中身を見てみたいと思います。中を見るとこういうワイヤーが入っていました。どうやらこれをですね、このマスクにちょっと見えにくいかもしれませんけど、こういう風に引っ掛けてつけるみたいですね。でなんかつけるとこういう感じ、こんな形になります。なんかちょっと確かに空間は確保されています。ではつけてみますね。あーあーあー、聞こえますか聞こえますか、あー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 、はい。実際つけてみた印象は確かに空間が空いてベタッとくっつかなくなるので呼吸や会話はしやすくなりました。というわけですので、早速ですけど使ってみたいと思います。せっかくつけたのでこのマスクを使って、まあいつものやつやっていきたいと思います。それでは今から外に出ますので、しばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちら、スターバックスの生ハムサラダラップ、抹茶シフォンケーキ、クリスマスロールケーキ、キャラメルトフィースコーン、ハムバジルチキンサンドとアーモンドミルクキャラメルを飲みたいただきたいと思います。あれ、新作フラペモカとかやらないのって思ったのかもしれませんけど、もう売り切れてました。いろいろあっていけなかったんですよね。また次回があればぜひ。というわけで、まずはこちらのサラダラップからいただきます。どんな風に食べ、どんだけお野菜取れるのかな。それではおー、ぎっしり詰まってますね。ではいただきます。続きましてはトマトバジルチキン、緑も赤も綺麗ですね。ではいただきます。次はクリスマスロールと、結構ふんわりとしてますね。それでは続きましては抹茶シフォン、新緑が綺麗ですね。それではおっと、結構弾力あるな。はい、ラストはキャラメルトフィースコーン、甘苦そうですね。それでは、ラストは飲み物キャラメルミルク、これでさっぱりいただけるのかな。ではまあ動画界で飲めたし、ないのは仕方ないよ。それよりも今あるものを楽しもう。しっかりとした食感や甘さが広がってきて美味しいな。次の新商品は逃さないぞと決意を新たにしつつ今を楽しみます。最初に食べた10種野菜生ハムサラダラップはお野菜がシャキシャキで、ところどころにチーズやハムの食感もあって美味しかったです。その次に食べたトマトバジルチーズは噛んだ瞬間にトマトの甘酸っぱさが意外と効いていて、ところどころに入っている鶏肉との相性も良かったです。その次のクリスマスロールはイチゴは少なめかなと思ったんですけど、全くそんなことはありませんでした。しっかり甘酸っぱさを感じられました。次の抹茶シフォンは抹茶の芳香な和の香りが弾力、ちょっと弾力のある生地とともに口の中にふわーっと広がってきて癒しを与えてくれましたね。キャラメルトフィースコーンは甘めのキャラメルが口の中にジューッと広がってきて、最後に飲んだキャラメルミルクはそれとは裏腹のちょっと苦めのミルクが牛乳とともに喉に押し寄せてきて良かったです。どれも個性が良かったって良かったですが、自分はこの中だとバジルトマトチキンが一番美味しかったので、そちらを代表として
5点とさせていただきます。では次に参りましょう。ましては米田コーヒー店鬼滅のジェリコ2種、ここも残り2種は完売してました。と大人のノワールを食べたいと思います。ここも取れられなくて残念ですが、あ、気を取り直していただきましょう。クリームが溶けると嫌なので鬼滅のジェリコからいただきます。では、おー、いい色ですね。ココアかな、チョコレートかな、コーヒーかな。では、では一旦食べる方で大人のノワールいきますね。ちょっとアイス部分から。では、ラストはこちらの黄色のジェリコ。黄色は何なのかな。では、はい、ほろ苦くて子供心を召して大人として食べたくなるような白ノワールです。あ、子供心が悪いっていうわけじゃないですよ。んー、残る2つの鬼滅のジェリコもまた探して飲んでみたいな。でも人気だから他の店舗もかもしれないって、それは弱気になりすぎか。2種の鬼滅のジェリコはチョコレートの方は濃厚で甘く、オレンジの方はさっぱりしていました。こっちオレンジでした。で、それらがそれぞれコーヒーゼリーとよく合っていてプルプルしていて美味しかったです。そして大人のノワールはもうちょっと苦めのコーヒーが強い味わいで、それが口の中に苦味がブラッと広がってきてサクッとした生地ともよく合っていて美味しかったです。アイスのコーヒーだったらもっと苦かった、とそう思う部分はあるものの、今回はどれも美味しかったので全て代表して4点とさせていただきます。それでは次に参りましょう。ラストは今回初めて見つけたお店のメロディークレープというお店のクレープ3種を食べたいと思います。左から右、こちらからマルゲリータ、キャラメルカスタード、フルーツとなっていますね。なっていますねっておかしいな。ではまずちょっとおかず系のマルゲリータからいただきたいと思います。中はやったら絶対こぼれるな。ではもういきますね。それでは続いてフルーツ、これはもう中身 見ればわかりますね。それではラストはキャラメルカスタード、ほんのり見えるカスタードがなんかかわいいですね。じゃあこれで締めくくりです。スイーツ系のクレープともマルゲリータのピザとも違った独特な美味しさがありますね。薄いんだけどもっちりというのがそれを出しているのでしょう。フルーツやカスタードアーモンドはもちろんですが、こういった主食系のクレープもこれから食べていきたいですね。でもコンビニとかだと出ないからこういうお店で探さないと。マルゲリータだけは生地が熱々で、もういわゆるデザート系クレープとはまた違った美味しさがありました。そういうの早すぎな。なんか中身はまんまピザなんですけど、そこのあの生地がもちもちで包まれてるのでピザとはまた違った美味しさがありました。薄いとこういう風になるのかな。でもピザに薄いって言うとクリスピー生地なんですけど、クリスピーとはまた違った、なんかもっちりとした優しさのあるピザ、そんな印象でしたね。次に食べたフルーツはなんかまるでブーケみたいな見た目になっている豪華なフルーツたちが、噛んだ瞬間に口の中でじゅわっと甘酸っぱさを広げてきました。クリームもほんと良かったです。そして最後に食べたキャラメルカスタードは濃厚なカスタードとほんのり苦めのキャラメルがもう生地の中で見事に融合していてとっても美味しかったです。どれも美味しかったですが、今回はもうあえて意表をつかれたという加減からマルゲリータを代表とさせていただきます。その評価は5点です。本当に美味しかったです。今回食べた中で一番美味しかったですね。というわけでいろいろ食べて回ってみましたが、いかがでしたでしょうか。こんな風にちょっと
汚いですけどきっちり干させてくれますね。呼吸もしやすいですし、おすすめの商品ですよ。動いてる途中も全く苦になりませんでした。ご視聴というなので、こちらのワイヤーもよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、日常演武の食の旅にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。